はようございます。今日もキノコ狩りの方していきます。まず裏庭から。ヒラタケとでっかいシイタケ、これは多分一番最初の年にイチョウの木に植えたやつです。原木細いからもうそろそろダメかなと思ったんですけど、まだ大丈夫でした。よいしょ、大きくて立派なヒラタケですね。この下にもある、ほら、エリンギ型の可愛いやつ。それにしてもこのシイタケバカでかいな。よいしょ、すごい大きさ、超肉厚です。これ硬い、めっちゃ固く締まってる、立派ですね。去年植えたこの木からも出てき始めましたね。これかなり原木がでかいんで、長いことヒラタケ生えてくれるんじゃないかなと思います。庭のエノキもだいぶ成長してでかくなりました。結構いいエノキですね。あとこっちの柿の木からもやったら生えてる。エノキの生えてくる木の横っちょにこうやっていらない木を置いといたんですけど、ほらエノキタケがこうやって生えてきてますね。どうなってんだ。ああ剥がれちゃった、しょうがねえか。栗の木に植えた椎茸の原木から可愛いミニ椎茸がいっぱい出てきてます。一応栗からも生えなくもないですね。普通に使えます。ただコナラとか水ナラとか、あとクヌギを使った方が長持ちはするみたいです。栗は芯材部分が多くて樹皮が薄いので、ホダギがしっかり熟成してキノコが出てくるまでの期間は結構早いんですけど、原木自体はあまり長持ちしないと言われてます。樹皮が厚いクヌギとかコナラの方が肉厚な椎茸ができるとは一応そういう風に言われてます。まあまだ実際こいつがどうやって育つのかわからないんであれですけど、ちょっとしばらく様子見ましょうか。かわいいね。前ほど爆発的に生えてくることはないですけど、ちょろちょろと少しずつこうやって出てくるのもありますね。キノコ虫が出てきて、ヒラタケにはすごいキノコ虫類がいっぱいつくんですよね。でかっ。ちょっと古いけど、まあまあ食えそうです。一番最初の年に初めて植えた白樺原木、この一本だけは未だに生き残ってて、すごいでっかいの生やしてくるんですよ。やっぱ原木がでかいとキノコはでかくなりますね。すごいよこれ。ヒラタケの胞子がすごい白くなってますね。やっぱ藤の木はすごいな、立派なの生えますね。藤の木にヒラタケ植えるとすごいでっかいの生えますよ。皆さん藤の木でヒラタケぜひ作りましょう。こんな木からすごい栗竹が生えてます。庭に天然で栗竹生えたのは初めてですね。これ植えてないんで天然だと思います。なんかもう原木が死にかけてるけど、こんなに取れました。
毎週こうやって実家帰ってきてちょっと裏を見るといろいろ生えてて楽しいですね。やっぱり原木栽培おすすめです。この間雨が降ったということなんで栗竹のポイントを見に来たんですけど、ちょこっと生えてました。もうなんか古い感じはしますけどね。家にナイフ置いてきちゃったのでとりあえず今は手で取ります。山なめくじがいる。よいしょ。本当にちょろっとしか生えてない。この山今年不作ですね。長いこれ。よいしょ。ツヤツヤの茶なめ。ちょっとこれもしそうだな。やっぱり すごい、ここやったら生えてるけど、でもちょっと遅かったみたいですね。これも虫ひどいんじゃないかな。微妙。でもそんなでもないかも。一応持って帰ってみましょうか。ここに良さげなのありました。綺麗。見てこれ、ニガグリの群生じゃないですか。ここの横っちょにこんなちっちゃい山伏竹生えてる。かわいい。初めて見ました、こんなサイズ。普通だったらもっとこの拳、握り拳くらいのサイズになりますからね。すごいちっちゃい。こないだ栗竹を見に来てあんまり生えてなかったんで1週間ずらして来てみたんですけど、やっと生えてきたみたいです。去年ほどではないですが、これ登れば裏側にもあると思うんでちょっといろいろ取っていこうと思います。あいにくカッターを置いてきてしまったんで手で取らないといけない。虫はなんか入ってそうな感じはしますけど、まあまあ食えるでしょう。こういうとこに生えてますね。やっぱりちょっとここ危ないんで、えのき生えてます。これもやっぱり柳の木ですね。甲虫がいた。ミルワームみたい。小さいけど物が綺麗なので取ってきます。で横の方を見ると結構立派なニガグリが出てました。これニガクリタケ。これくらいのやつは結構クリタケに近いサイズになってるんで気をつけた方がいいですね。栗竹に比べるとちょっと黄色っぽいですね。それでヒダはオリーブ色です。こんなとこにわさび生えてます。この茎みたいな形でかなり葉脈がはっきり現れててツヤツヤした葉っぱ。この葉っぱをちょっと取って80度くらいの熱湯をかけてめんつゆでつけて、それをねおにぎりにするととても美味しいです。ぬめりすぎ竹もどきの老菌がたくさん。ここにムキタケの老菌とオソムキタケ生えてますね。これがオソムキタケ。ムキタケに比べて小さくて黒っぽいような緑っぽいような色をしてます。これがオソムキタケです。でムキタケ同様根元にシミはありません。ツキヨタケではないです。ちょっと古いムキタケだ。もうグニャグニャになってます。これは多分虫だらけですね。
こう奈良竹がいっぱい生えてたっぽいですね。もう時期が時期なんで全部腐ってますけど、来年はここ来てもいいかもしれないな。これはいけそう。細むき竹、ちょっと小さすぎるな。食い手がないですね。こんだけでいいや。ここにあるプルプルしたキノコ、ニカワ茶碗竹っていうキノコです。毎回食べたことありますけど、味のないゼリーみたいな、よくわかんない感じです。自分はそんな取るほどでもないかなって感じだったんで、今回はスルーします。うわ、気持ち悪いくらいの量生えた奈良竹。これどうだろう、もうさすがにひどいよね。ほら幼虫がいっぱいいる。うん、残念だ。僕の方にもある。登ってみました。この辺どうだろう、ちょっとやっぱ古すぎかな。これなんか見た目的にはまだいけそうな気がしなくもないんですけど、この辺いけるんじゃない。これちょっと怪しいけど、この2つ持って帰ってみよう。あとこの奥のやつと、ポキッていう音が気持ちいい。これ綺麗ですね。まだ全然これ食べれそうです。お、こんなとこに。これオツネンタケモドキですね。晩秋になるとこうやって広葉樹に生えてくる猿の腰掛け的な感じのやつです。見た目は柄がついてて普通のキノコっぽい形ですけどね、乾燥させれば一応出し取りには使えるらしいです。使ったことはないですけど。腰がいっぱい生えてますね。よいしょ、黄色くて非常に固く締まったとっても美味しいキノコです。苔をかぶってて気がつきにくいことが多いので、しっかり見てあげるといいかなと思います。結構ゴミが多いキノコなんで、意外と帰ってからの処理が大変なんですよね。すごいたくさん生えてる。キノコらしいキノコです。これちょっと砂地の苔が生えてるようなそういう場所に多いですね。すごい列になってたくさん生えております。でっかい。でかくて立派ですね。うまそう。本当に大量に生えてる。これすごいね。
マジでここやばい、めっちゃ生えてんだけど、これも全部なんか宝探しみたいで楽しい。結構取れました。家に帰ってきました。持ち帰ってきたキノコ、まあ、これくらい使って今からラーメンに入れて食べたいと思います。いただきます。うん、まっキノコと、うん、下こしはほんと癖がなくてシャキシャキ。えのき、うん、まっおいしかったです。今日の動画はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。